YouTube 頼もう。今、YouTube 内で話題になってる、まあ、ガードマンに、マルサが来たと。今すごい荒れてる話なんですけども、まあ、それについて解説したいなと思います。まあ、ちょっとこういう解説動画普段出さないんですけど、これは僕しかできないと思ったんで、まあ、緊急で、撮ってる次第なんですけど、まあ、一言で言うと、かわいそうっすね。で、まあ、視聴者の方知らない人も多いと思うんで、まあ、簡単に説明すると、普通は国税局、税務調査が来るんですよ。で、税務調査って何かっていうと、例えば税金ちょっと足りないから修正申告しろよと。税金もっと払えよってことで、まあ、来るのが、いわゆる、大体の会社が、まあ、来てる税務調査ってやつなんですけど、今回ガードマンの来たのは、マルサっていう、まあ、いわゆるこう、国税局査察部っていうところなんですよね。で、この人たち何かっていうと、まあ、僕もね、その査察部が来たんですけど、刑事事件にするっていう前提で来る国税局みたいな感じなんですよ。刑事事件にするために、税金を使って配備された部隊みたいなやつなんですよ。だから、そもそもお金を返すからとか、修正申告するから許してください。じゃあ、もう通用しないんですよ。まあ、僕の時もそうだったんですけど、僕なんて、当時だって42億利益出てたんだよ。で、1億8000万円脱税だって言われたから、もうそんなの吹けば飛ぶような金額じゃないですか、僕からすると。だからもうすぐお前払うよ、と言ったんですけど、まあ昔インスタとかにもあげたけど、修正申告を拒否されて。で、結果どうなったかっていうと、まあ捕まったんですよね。で、まあ、そういったこのマルサっていう、まあ、刑事事件になるような部隊がガードマンのところに来てると。で、まあ、動画でも言ってましたけども、国税局のマルサやり方がえぐくて、家族から攻めてくるんですよね。本人だけじゃなくて。だから、僕の時もそうだし、まあ、ガードマン君の時もそうだと思うんですけど、家族のところに、押しかけて、通帳とかも、本当にね、なんかもう、ソファーのこの裏側とかまでバッて引っぺがして全部持っていくわけですよ。で、まあ、追い詰めていくっていうのが、まあ、奴らのね、常套手段なんですけども、そういう目にあってると。で、今後じゃあ、ガードマン逮捕されるかっていうと、その可能性は正直十分にあります。国税局のマルサが逮捕するかどうか、まあ、厳密に言うと、東京地検特捜部ってところがね、逮捕するんですけども、否認すると逮捕されます。つまり、お前脱税しただろうって来て、しました、ごめんなさいって言うと、在宅起訴って言って、まあ、逮捕されないで在宅で起訴されて、まあ、結果有罪になって執行猶予がつくのか実刑になるのか、まあ、人それぞれなんですけど、そういう風になるんですよ。でも、まあ、僕もそうだったんですけど、多分ガードマン君も否認してると思うんですけど、脱税してない。まあ、脱税の意図はないと。まあ、間違いがあったかもしれないけど、まあ、脱税しようとしてやってねえんだよっていう話をすると、反逆したっていうことで逮捕されます。そういう世界です。で、もっと言うと、そもそも脱税になるのと脱税にならないのって何が違うんですかってところなんですけど、それね、めちゃくちゃ納得いかないところなんですけど、金額1億円を超えたら、脱税になります。逆に言うと1億円を、超えない脱税は、脱税にならないんですよ。修正申告で済むんですよ。なんで、刑事事件になるかどうかっていうのは1億円を超えるかどうかになるんです。で、先月ぐらいかな、ある YouTuber が、だからガードマンと同じように申告をしなかったから、修正申告で、まあ、国税局が指導したみたいなニュースになってましたけど、それと、実際ガードマンがやってることって多分、ほぼ一緒なんですよね。純粋に彼は申告しなかった。じゃあ、なんでね、今回の件は、刑事事件というか、まあ、マルサが来るかっていうと、正直言うと、やっぱり有名税ですね。まあ、見せしめってやつです。大体、東京地検特捜部じゃなかった、マルサが来て、マルサがいきなり、ある日ガーって来るわけですよ。で、そっから半年1年ぐらい、まあ、調査があって、まあ、大体1年内ぐらいに、まあ、告発っていう形で、東京地検特捜部に、送られるわけですよね。で、東京地検特捜部の管轄になってから、まあ、裁判とかがね、始まっていくわけなんですけど、今の時期を考えると、今6月、7月じゃないですか。だから来年の、まあ、2月、3月ぐらいが、まあ、いわゆるこう、見せしめ時期なんですよね。だからちょうど計算的にも、つじつまが合うなと思ってます。まあ、なんで2月、3月かっていうと、確定申告があるから、国税局としては、そういった目立ってる若者とか、まあ、YouTuber とか、まあ、芸能人とかもそうなんですけども、そういうやつを見せしめてやり玉にあげて、国民にちゃんと税金払えよっていうふうに、まあ、啓蒙活動みたいな感じでね、まあ、やりたいわけですよ。まあ、そのね、やり玉にあげられたんじゃないかなと思うんですよ。で、今回の件は、なんで僕冒頭にかわいそうだって言ったかというと、今までね、これもなんかおかしな話なんですけど、たくさん納税していたけど、一部間違ってた人、まあ、僕みたいなタイプなんですけど、は、なんか脱税みたいな扱いになるんですよ。なんでかっていうと、そもそも納税するっていうルールを知ってたでしょみたいな。
納税意識があったのに、間違いがあったから脱税だみたいな解釈になるんですけど、ガードマンとか、まあ昔で言うと多分みんなの記憶に新しいところで言うと、チュートリアルの徳井さん、彼も無申告だったんですよ。でも、彼どうなったかっていうと、ワイドショーとかでバンバン現れたけど、刑事事件になってないんですよ。いわゆるこう、マルサの、国税局査察部の扱いにはなってないんですよ。だからまあ前科もついてなければ執行猶予もついてないんですよ。じゃあ、なんでね、ガードマンは、同じ無申告なのに、その国税局の査察部、いわゆるこう刑事事件になる部署が来て、まあこれからおそらく刑事事件として処罰されると思うんですけど、そういう扱いになるのか。これはもう完全にさじ加減なんですよ。だからめちゃくちゃ曖昧なんですよ。本当は、法律っていうのは法の下の平等じゃないけど、人によって差別しちゃいけないっていう原則のはずなんだけども、まあ、そんなことなくて、国税局がこいつムカつからとか、あ、吉本がいるからやめようとか、あ、YouTuber 後ろ立ていないからやろうと思ったら、やれちゃうんですよね。だから俺それすごい、今回の件見て、今まで無申告の人たちって、申告することを知らなかったから、脱税の意図はなかったよねみたいな、謎の解釈で、セーフだったわけですよ。これもうめちゃくちゃおかしいなと思ってたんですよ。もうむしろ申告しないやつが悪いじゃんって話なんだけど。でもそれがなんかいよいよ、まあ変わっていったなっていうふうに、見てます。で、もちろんその、まあガードマンが申告しなかったことは、まあ国民のね、一般的な解釈においてはもうダメですよね。まあ納税しろよって話なんですけど、まあでも本人やっぱ税理士も雇ってたみたいだし、税理士が申告を、まあ怠ってたわけなんですよね。だから本来であれば税理士が罰されるわけなんですよ。どっちかというと。だけど、まあ、やっぱりその、彼も若くして目立ってお金持っちゃったから、来ちゃったねって、いうことなんですよね。だからね、ほんとこれいつも僕脱税事件と思うんですけど、皆さんが、イメージする脱税事件って、まあ、本当にお金をね、隠して、で、ずるいことをしたから罰せられて、お前悪いやつだから当たり前なんじゃないかみたいなこと思うかもしれないけど、別にそうではなくて、大体が知らないとか、なんか間違いがあったけど気づかない。でも、1億円超えちゃった。だから、マルサが来て、一発退場みたいな。もうイエローカードじゃないんですよ。だからイエローカードがあったら、そこで気づけるじゃないですか。でも、儲かってる人に対してはすごい厳しい国なんで、1億円超えたら一発レッドカードなんですよ。だから、脱税事件って再犯率めちゃくちゃ低いんですよ。わかります？普通の犯罪ってさ、例えば性犯罪とかもそうだけど、万引きとかもそうだけど、再犯率高いわけですよ。悪いと思ってやってるから。でも脱税事件って悪いと思って結構やってる人があんまりいないんで。まあ、例えば知識がなかったりとか、まあ、その見解が違ったりとか、その法律の解釈に誤解があったりとか、そういうケースでやってる人は結構多いんで、再犯率って少ないんですよ。だから僕、この脱税事件の今のこのね、制度は本当に良くないと思ってて、またね、まあガードマンってね、まあ申告してないバカ野郎かもしれないけど、でもやっぱ若くして頑張ってたわけじゃないですか。そういう若い才能が潰せんだなって思いましたよ、正直。もっとやっぱいるじゃん。悪いやつ。まあ見せしめにしたらいいのかもしれないけど、そうするとやっぱこの国から、いろいろまあ、会社やったりとか、YouTube やって頑張ったりとか、とにかく若者が死に物狂いで頑張ろうってやついなくなると思うんだよね。まあそんな感じです。でも一個だけちょっと苦言を呈するんであれば、まあ彼もね、僕、まあ別に喋ったわけじゃないからどういう状況かわかんないんだけど、動画を見る限りめちゃくちゃパニクってるんですよ。まあ多分そうだと思う。自分もそうだったんだけど、だってある日いきなりさ、スーツ姿のやつらが家族とか関係者のところに何百人も来て、全部ひっぺり返して持っていくわけだから、もうなんかハンマーで頭を5回ぐらい思いっきり殴られたぐらいの、まあパニックなんだよね。自分もそうだったんですよ。だからなのかわかんないけど、やっぱりその事務所が悪いとか、事務所がちゃんとやってくれなかったっていうふうに言ってるけど、俺はそれちょっとだけ違うなと思ってて、結局あくまでも納税しないといけない当事者っていうのは本人なんですよ。で、本人が多分税理士と契約をしていて、税理士がやってなかったから税理士が悪いっていうのはわかるんだけど、そこに多分事務所の契約ってないと思うんですよ。多分事務所が紹介した税理士なんだと思うんだけど。だから、まあやっぱりその、頼れるところが事務所しかいなかったから、そういう大人たちが周りには事務所ぐらい人間しかいなかったから事務所が悪いっていうふうになるのかもしれないけど、まあ、事務所も別にそんな敵ではないと思うんで、今この国税局の査察部っていうね、大きな組織と、まあ、争っていくのか戦っていくのか分かんないけど、そういうフェーズにあるんだったら、俺は事務所は敵に回さない方がいいと思いましたね。うん。やっぱりあくまでも悪いのは、お金を払いながらも、ちゃんと申告しない税理士ですよ。その税理士が悪い。だってそいつがちゃんと申告してれば、こんな風にならなかったわけなんだから。
やっぱそこをちゃんと主張していくべきだと思うし、まあ、マルさんに対しても、まあ、笹爪のね、その担当官に対しても、ちゃんときちんとそこを言っていくべきなんじゃないかなと、思いました。まあ、でも、いずれにしても本当に、自分が自分も一回経験している身としては、この半年間、一年間、僕はもう毎日寝れなかったし、もうすごい酒も飲んだし、もうめちゃくちゃ生活がすさんだ。本当に辛かったし。でもまあ、そういうふうに、なっていくのかなと思って、まあ、非常にかわいそうだなと思う反面、まあこれを僕がね、いくら何言ってるかも響かんかもわからんけど、なんかそのね、若者をね、一発退場でいじめて刑事事件だってやらないでさ、一回ぐらいイエローカードでさ、まあ許してあげてもいいんじゃないのって。なんでかっていうと、また他にさ、無申告の人たち今まで許してきたんでしょって。そこの基準が曖昧だから、やっぱりすごい反発買うと思うんですよね。だから僕はやっぱり本当にそこってすっごい理不尽だと思うし、まあ自分もそうだったから、そう思います。もちろん前提としてちゃんと申告しろって話なんですよ。申告しないやつは悪なんで、もう悪は前提なんだけども、きちんと重加算税とか、たくさん税金もっと取ってペナルティ払えば許してあげるとかにした方がね、この国のためになるんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕は何言ってもね、変わらないですよね。まあでもせっかくこうやって発信力をみんなのおかげで手に入れることができたんで、まあこういう意見を話して、何かしらこう、考えが、変わったりとか、少しこの問題について考えてくれる人が増えてくれて、将来この世の中が変わってくれたらいいなと思って動画撮ってます。はい、以上、そんな感じでした。